ルブルジェ航空宇宙博物館に展示されているブレゲー19ブレゲー19はフランスのブレゲーで製造された軽爆撃機、偵察機である。多くの長距離記録飛行に用いられた。1924年から製造が始められた。第一次世界大戦の軽爆撃機、ブレゲー14の後継機として設計された。当初、ブガッティの百五十 h p の u 十六 エンジンを装備し、4枚岩のプロペラをつけて、1921年11月の第7回パリ航空ショーに出品されたが、通常の設計に改められ、エンジンを 450HP のルノー1 2イト、直列エンジンに換装されて1922年3月、初飛行した。下翼が上、翼よりも短い副容器で、試験飛行の後、1923年9月、 フランス空軍に採用された。ジュラルミンを多用し、当時の爆撃機の速度を凌駕し、一部の戦闘機よりも高速であったため、多くの国から注目され、競技機、記録飛行の成功で、さらに評判は高まり、フランス空軍向けに多数が生産され、また多くの国に輸出された。一様半の設計で、楕円断面形状の胴体は、ジュラルミン管のフレームで、胴体前半部は、 ジュラルミン板が張られ、後部はハフバリであった。翼はハフバリであった。操縦士と観測士は、開放式のコックピットに登場し、後部席でも操縦可能であった。ブルゲー19の改造機を使って行われた長距離飛行として、1927年には、デュドネコストとジョセフル・ブリの登場するナンジェセール・エコリ号が、南大西洋の初の無着陸横断飛行を達成した。 1928年には、ギリシャのエヴァンゲロス・ポップダコスとフリストス・アダミディスが20日、12000キロメートルの地中海周回飛行を行った。1929年に51時間19分、7905キロメートルの世界長距離記録の新記録を樹立し、1930年にデュドネコストとモーリス・ベロントが登場するポワン・タンテロガシオン号は、 パリ・ニューヨーク・大西洋逆横断に成功した。1925年の安倍博史、川内和彦らによる朝日新聞社の、初風号、東風号の鳳凰飛行にも使用された。武装、ありがとうございます。